さあ今日はですね、チャッピーと愉快な仲間たち、ゲストが来てくれています。今ですね、ちょうど駐車場に着いたばっかりで、今上がっていますのでね、ちょっと待ってやってみたいと思います。今日はですね、ゲストが到着しました。コンディショニング山田トレーナーです。どうぞ。いやー、いや、今日はですね、ちょっと、コンディショニング山田トレーナーに来ていただきまして、なんかチャッピーがスーパーサイヤ人になって、はい、お願いします。ちょっと今日は大変ですけど、はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと会いたかったんですけど。あ、本当ですか。はい、僕はずっと。告白タイムみたいな。いや、本当にこんなに真剣に考えたのは、はい、小学校以来、もう中学高校ってやってたんだけど、はい、まあ、そこそこはやって、はい、もう一回こう、もう一度自分と見つめ直して、はい、すごく楽しくなってきたというか、研究、まあ、僕はすごく好奇心旺盛なんですけど、とにかく一つ読み出したら止まんなくて、はい、ちょうど小学校で見つめたんですけど、野球とかもやってたんで、最終的な現実にハマってしまって、やってたんですけど、まあ、それぐらいの気持ちでまた、もう一度ちょっとちゃんと真剣に、はい、で僕今まで全部我流でやってきたからって、はい、一度そういうトレーナーって、そう、疲れてもらって、ちょっと真剣にちょっと。あ、はい、もうぜひ、はい、よろしくお願いします。お願いします。で、もう続きでいこうよ。ほんま？で、うん、さっき、はい、フォニーニ、はい、フォニーニって知ってる？はい、のテニスになんか近いんじゃないかって言われてて、はい、それが結局こう反った感じというか、はい、棒立ちみたいな感じでプレーするから、はい、どちらかというとそっちに近いんちゃうかっていうなんか話をしていて、はい、でチャッピーも習いたいけど自分のテニスを崩さずになんかやっていきたいみたいな、はい、だから今日はちょっと、はい、だいぶ大変ですけど、はい、まあ、トレーニングの方法とか、はい、まあ、もしこういうテニスしたいんだったら、こんなことやってったらいいんじゃないかみたいなことで、はい、なんか教えてもらえたら、あ、はい、ぜひ、よろしくお願いします。はい、で、まずは、はい、神経をまず取り澄ますってことちょっと、まあ、いろいろと、まあ、断食とかやってて、はい、いろいろ、普段のものと摂取障害、いろいろと、まあ、食べ物とか、はい、いろいろこう栄養とか、いろいろ自己流で全部やってきてしまって、それがまあ失敗したんですけど、はい、できるそういうので、今ちょっともう一度ね、まあ、原点が戻ってきて、ちょっと例えば水を飲んで、はい、そこから例えばこれを吸収したり、どういう体が反応するのか、はい、例えばちょっとこういうのを一度したりとか、なんかその例えば道具といったら急に血糖値が上がって、その時の体がどうなるのか、はい、ちょっと色々考えて、日々行動してたりとか、はい、そしたらすごく、まあ、胃腸と胃から脳の神経がすごく敏感になってきました。で普段歩くときも自分から例えばこう歩いてこう後押しというか例えばこういうのを意識して、はい、こう体の少し意識をいつもこうまっすぐになったりとか、はい、重心がどういう風になっているのか、はい、例えば電車の時間を持ってたりとかいろいろこう自分でなんかそのいつもこう考えてるんですよ、はい、どういう風に体が使っているのか、そういうことをずっと考えて神経をリスマスしていくと、まあ、テニスに例えばグリップに行った感覚とか、はい、伝わり方とかそういうのをちょっと感じてきてて、はい、でそれに沿ったトレーニングを自分でちょっとこうちょっ ちょっとこう近くつけたいなとかその場で腕立てしてみてちょっと張りを覚えた時にちょっとやってみたりとか、はい、であるいはジャンプいいジャンプした時にこういう風になった後に体がすごい入る、はい、ボーッとしてたら反応鈍るからとか体がこういうラダーやった時に神経を潰してこうやって刺激した後すごく体が楽になるんでパワーが入っていくとか、なんかそういうのがあって、はい、で、一つ昔から自分がやってたのは試合で普通こうガチガチになるこういう風に構えてリターンをやり方がですね、僕の場合はどっちかというとですね、例えばボクシングとかそのリラックスして相手を威嚇して、はい、まあ剣舞なんかありましたよね、勝利の時間こんなやってこうやってそれでその今出すタイミングをさイメージしながらパッとスポッとグッと出すようにパッと自分で、でそういうのをリターンの時にいつもこうやってこうやって構えてボール振る瞬間にそこに全部一気にそこにパワーを出す、まあ、いったらサイヤ人じゃないですけどそういうイメージやりたいんですよ、はい、そういうふうに今までやってたんですよ、はい、それがちょっとまた最近分かってきたんで、はい、
その辺がちょっとバラバラな力が入りすぎたらパクれるし、そういう自分に一番合ったトレーニング法とかから、はい、そうですね、最初そのパワーを出すっていうので、まあ、大きく分けてインナーとアウター、まあ、があるんですけど、はい、例えば、まあ、先ほどおっしゃられたようにそのこうダーンってこう力をこう抜くっていうのはこれインナーが働いてたりそうですね。でパワーの源っていうのはそのアウターの例えば大胸筋の大きい筋肉であったりとかっていうのがパワーの源なので、そうやって力を抜いてインナーを使って力をこう入れるもしくはパワーを出すときにそのインナープラスアウターの力を使うってなるとパワーはドーンと出てくるんですけど、それが上手じゃない人はその大きい力しかこうやって使ってなかったりして、なんか体がガクガクして逆に力入れてるけどパワーが出ないみたいなことがあるので、その感覚がすごい大事かな。はい、めちゃめちゃありがとうございます、はい、それで、はい、僕はちょっとトレーニングとかは全部自己でやってたんですけど、はい、まあ、腹筋、背筋とかも体幹鍛えることがあってて、はい、こういうやつとかですね、はい、やってて、あと自分でダンベルとか、はい、あとこういうのとかこういうのとか、はい、でレッジプレスとかやってて、はい、こんなのが出たんで、はい、そしたらそれちょっとやりすぎてちょっと、まあ、この先追い込みすぎてたんで、はい、でだんだんテニスは、はい、その普通のラケットの添えてボールを体幹で打つ感覚がもうこっちをやりすぎたせいで、言ったらこんな感じだったんですよ。で、言ったらトンカチでこうこんな感じでボールを打つような感じだった。その辺がもうめちゃくちゃで、今でもこうやってやるとおかしくなっちゃうんですよ。だからもうそのトレーニングをもうなんかちょっとこれから変えようと思って、はい、や今やってないんですよ、あんまり。やらなかったら逆に気持ちよくて、やってた時っていうのはなんかもうサーブもここを意識しちゃったら、はい、ここが崩れてこんなのに、はい、おかしかったんですよ。それでモロに、まあ、今までの動画を見てても、はい、本当に明らかにもう自分でこれはまずいと、ちゃんとした方がいいなと、はい、本当に思ってきたんで、はい、ちょっと今日はそれに分かりました、はいはい、じゃあチャッピーちょっとはい、ホワイトボードを使って、はい、さっきの勉強会勉強会、はい、そんなもん言ってないよ、はい、高いんやから、はい、ちゃんと聞こう、はい、はい、行きましょう、お願いします、はい、はい、まあ、先ほどそのチャッピーさんがおっしゃったように、はいはい、結構その、まあ、例えば高校生からまあ大学に行ってとか、はいはい、まあ、学生からそのプロになったりとかアスリートになるときにやっぱりウェイトとかしてそのアウターの筋肉をつけすぎて関節の可動域が悪くなったりとか体が重たすぎて逆に怪我してしまったっていうようなアスリートっていっぱいいてるんですね。なんで僕がその、まあそういうアスリートとか、まあプロの選手とかにこう提供させてもらってるのがちゃんと、まあ、先ほどチャピさんがおっしゃったように、まあ、こうインナーをちゃんと使ってこう楽にして力を入れる瞬間にドーンっていうような、まあ、そういう力の使い方で。まあ、ちょっと先ほど言ったことを買うと、はい、書くと、まあ、インナーっていう、まあ、小さい筋肉と、アウターっていう、まあ、大きい筋肉ですね。で、これは、まあ、どういう役割をするかっていうと、これ関節を安定させたりする筋肉なんですね。コア、あ、そうですね、インナーとかコアとかなんですね。でアウターっていうのは、まあ、分かりやすく言うと、まあ、いろいろもちろんあるんですけども、まあ、今回分かりやすくパワーっていうことにさせていただきます。なんで例えば先ほどチャッピーさんがおっしゃったようにまあ、楽にでこうインナーの力が働いているときはその関節が安定するんですね。なんで関節が安定して力をこうドーンとインナーとアウターの力を両方使うと関節が安定してパワーが出る。これは力が大きい力が出るんですけども、じゃあそんなにそのまあ例えば先ほどチャッピーさんがおっしゃったようにその力だけとかすごい鍛えてこういうのがメインになってしまうっていうのは基本的にアウターの筋肉ばっかりが働いて、なんでアウターのみの力しか出てないので力が出てるようで小さいんですね。でそれプラスアウターっていうのは大きい筋肉なので関節がこうガチ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 になってしまいますんで、トレーニングでも大事なのは
こうやってインナーとアウターをこう両方使うこと、はい、こういうのもトレーニングで入れていくとパフォーマンスっていうのはすごい上がりやすいんですけれども、例えばその重たいものダンベルとかを持ったりとか、あとはそのベンチプレスとかですね、こう重たいものをぐーっとゆっくり下ろしてゆっくり上げていくっていうのは、あのこの筋肉は多少使われてるんですけれども、体の使い方っていう面に関してはあまりこれは発揮されず、どっちかって言ったらこっちメインになってしまうので、そのそういう動きに対してもここばっかり鍛えられてしまうんで、パワーが最終的には小さくなって怪我のリスクが高くなるっていうので、今からじゃあチャッピーさんにじゃあしていただくのはこのインナーとアウターをこの両方使ったトレーニングでパフォーマンスを上げていただくっていうのをちょっとやっていこうかなと思います。はい、はいはい、あのいつも考えてるのはテニスの動作とかイメージしながらトレーニングしてそういう意識もできるんですけど、それは正しいですか？はい、もちろん大事です。はい、なので僕らがあくまで提供しているのはフィジカルのアップで、はい、でまあ、やっぱり起こりやすいのが、まあ、トレーニングはトレーニングで、テニスはテニスってこう考えている方がすごい多くて、トレーニングですごいこうパフォーマンスが高くなってもテニスじゃそのパフォーマンス上がらないという方がすごい多いので、このトレーニングをどうテニスの方に取り入れていくのかっていうのは、その選手の感覚であったりとかっていうのはそういうのはお持たせしてますので、はい、なんでチャピーさんの期待しています。あの昔の時に体操の、はい、今のマイケルとか、はい、あの人とかさ、来た時に、はい、まあ、テニスの話だったために遊びで、やってた時に、やっぱり筋肉つきすぎて、はい、やっぱそのそういう方ってやっぱりこう、ああ、なるほどなってちょっとそういうと思ったんですよ。はい、あくまでもつきすぎてもダメだな。つきすぎてもダメですね。はい、そういうことはい、はい、またそういうことも。はい。じゃあトレーニング。はい、どんなトレーニングが一回やる？そうですね。なんか必要なものあるか。必要なもの、あ、自重で大丈夫。OK、OK、はい。あとね、そのメンタルをそのミックスしたいんですけど、それはまた別の部分なんですけど、例えばその、はい、試合でもテニスとか大事なのは、はい、まあ、ある程度期待に自信できますけど、はい、でも最終的にちょっとこう不安になったりすると、はい、ブレた時にミスって、はい、意識が飛んだ、はい、意識は僕はその自分と今向き合ってこう心理的にすごい常に考えて、はい、こういう場面でこういう言葉を発するとちょっとブレるかって、そういう時は全部鍛えてこう自分の本を集中させていくっていうことを、はい、まあ、体もそういうトレーニングそうなんですけど、そういうふうに意識すると、はい、だんだんこう負けなくなってきます、うん、だからそういうのって、はい、トレーニングする時にもそういう意識を持ちながらのが大事なのかなと。あ、すごい大事だから、はい、こうちょっとこうブレないように、はい、そこにすごく意識する。そうですね、ちょっとこれは、まあ、こういうトレーニングの話はちょっとずれるんですけど、僕がスペインに行った時に、はい、そのスペインのメンタルトレーナーさんと話したことが一回ありまして、はい、でその自分の例えば、まあ、こういう器が自分っていう器があるとしたら、はい、ここにどういう感情を入れたら一番パフォーマンスが上がるのかっていうことをそのメンタルトレーナーさんがすごくよく言ってまして、まあ、一番いいのはここがもう無意識の状態でその自分の感情をなみなみにしてあげるっていうのが一番いいっていうのをおっしゃってたんですけど、でこのに近い状態ってじゃあ何なのかって言ったら、その楽しい感覚なのか怒ってる感覚なのか悲しい感覚なのかっていうので、なんか自分のパフォーマンスが上がりやすい感情をここに入れてあげるっていうことも大事っていうのをおっしゃってたので、トレーニングも例えば楽しいっていう感じが自分のテニスのパフォーマンスが上がるんでしたら、楽しいっていう感情でちょっとトレーニングしてみるとか、怒ってる感じやったら怒ってる感じを入れながらいうような感じで、どんどん無意識に近づけていく、で集中力を研ぎ澄ましていくっていうようなやり方は聞いたことがあります。はい、自分がその自分というキャラクターとイメージするつい持っていたので、あ、そうですね、プレイシーも、はい、例えばペレアイメージするのがいろいろ見たので、はい、もうそのペレアとかいろいろ選手意識とかやるんですけど、はい、結局は自分の姿を、あ、そうです、自分がこうテニスしてるなってイメージをして、あとは僕もやりながらこういうふうなテニスしたいなって理想を浮かべながらやってるんです。はい、そういうのも楽しいですか？めちゃめちゃ楽しいです。はい、その方が集中力は持続するっていう研究データもあるので、はい、めちゃめちゃいいと思います。で、もう一つだけ食事ね、
はい、すごく食にも摂食障害でこだわってたんですけど、はいはい、あのまあ、今日は朝から食べてないんで、食べてないです逆に僕ね、はい、食事を例えばトレーニングなんて言ったら、まあ、今は飲んでるんですけど、はい、すぐ食事したら30分間するとかいうやり方なんですけど、はい、ああいうのとかよくやってたんですけど、はい、で試合の時も試合の時にやって皆さんに何かこうウィダーとか軽いものとかやってました、ね、はい、ああいうの昔からちっちゃい頃からどういうふうにしたら一番パフォーマンスが上がるのかそう考えてたんですよ、はい、例えば伊達さんの5時間前みんなに絶対にパフォーマンスをやるとか、はい、なんかね、そういうのは人それぞれあると思うんですけど、はい、それは一つ自分に合ったやり方を持ってもらってそれでも、はい、極力やっぱりあまり食べないで、はい、その試合前に食前にパッとエネルギーを出す方法とか逆にたくさん食べといて、はい、5時間前くらいにタンパク質とかも溶けといて、はい、そのまま仕上げるのとか、はい、で僕の場合はあまり食べ過ぎると、はい、もうどんどん鈍くなって、はい、そのこの心筋が鈍ってくるんですよ、はい、胃に負担かかってなんで常にやっぱこう好きからじゃないですけど、はい、で一気にバッと糖質をガーンとカーブを入れて、はい、ガンと出す方が僕はいいかなと思ってそういうとこちょっと欲しく教えてそうですね、まあ、でも一番まあ僕にも立場的にはまあそんなあまり言えないですけどやっぱ一番はやっぱり個人 その一番パフォーマンスが上がるっていうことが一番いいかなと思います。で例えばそのまあ自分のやり方と合ってない時にどういうことが起こるかっていうとまあ試合をこう長時間やって例えばつってしまったっていうのはもう筋肉が分解されてエネルギーを使ってるんでそれは栄養不足あとはまあ水分が足りてないからちょっと汗のかく量が少なくなったりとかっていうような感じで自分でどんどん調節していっていただければいいかなと思います、はい、ただテニス その最低限のカロリー必要なカロリーっていうのがありますのでそれは最低限取っていただいてでそこからじゃあ何を足していくのかビタミンなのかミネラルなのかっていうのをご自身で考えていっていただければいいかなって思います、はい、よろしくお願いします。